お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのメガナイトローフグデッキね、使っていこうかなと思います。というわけで今ですね、こちらのデッキが、使用率ですね、はい、ナンバーワンというところで、まあ、グラチャレのデータなんですけどね、はい、今最も人気なデッキですね、はい、というわけで一番使われてます。やっていきたいと思います。でエリザベス将軍さん、よろしくお願いします。トリトンがね、まあ、ここ最近すごい強いんですよね。なんかもうとりあえず大してこいつがいれば基本守れるみたいな、まあ、メガナイトでまあ後衛潰してトリトンで、その盾をね、どうにか先に引っ張って処理するみたいな、まあ、イメージでございます。でこう、まあ、ロイホグ、マスケット重視、スケルトンドラゴンのまあ5枯渇のようなデッキです。なのでまあ、ロイフグが5防衛されたら通らないっていうこととかもあると思うんですけど、まあそうなったらそうなったで、こう、マスケだったりスケドラが生きるので、こう、メガナイトマスケの形であったりだとか、こう、メガナイトスケドラとか、まあメガナイトスケドラ、そういう、なんかロイフグではない部分の、まあ攻めの形っていうのをね、作って意識していければいいかなと思います。積極的にね、メガナイトマスケ、メガナイトスケドラを組んで、でまあ逆サイにロイフグとか、まあ、そんな感じでねやっていきたいと思います。相手は遅延スケラっぽい顔してますね、これ。でワンチャンポイズン打たれたらでいいんですけど、打たれたでここでヒースピを添えてあげることによって、たまたまなんか出てきたらこのスケドラが回復するみたいなね、こうちょっと贅沢を願ってたんですけど全然ですねで今回相手はアイスイズベビドラボムタワーのまあ、遅延スケラですね。はい。スケルトンラッシュが、まあ、入ってるデッキかなと思われます。で、今相手がポイズンを使ったので、こう、まあ、言ったらこのマスケット重視で後ろから裂いても、相手はポイズン打てないよねっていうので、さ出して、あのナイトを早めにこう引っ張ってあげつつ、これね、トリトンマスケで、ここで引っ張ったら、さらにこうヒースピとかね、あるとよりいいかなと思います。いや、これ、延命。いい延命。で、相手でこれタルババ裂いたので、このマスケットをね、こう、そう、受けにくいんですよ。マスケットの受けがないよねっていうので、こう攻めるんですけど、どうせボムでね、止まっちゃうんですよね。なので、結構ね、難しくなってきますね。結構難しくなってきますが、まあまあまあ、チクチクね、チクチク入る。スケラ打たれたら、まあ、スケドラと、ええ感じにね、さ、そうですね。相手は、こう、まあ、ポイズンでしっかりマスケットを処理して、行くと、こう、カウンター防止になるというか、僕がこう、やっぱロイフグでしかこう攻めれないので、こう、メガナイトスケドラはベビーとか、メガナイトマスケの形を積極的に作りたいんですけど、よいしょ。やっぱ簡単に止められてしまうというのが、辛いところですね。で、これ取れねえかな？いや、ちょっと入るな。ちょっと入るな。で、メガナイトに毎回スケラ防衛されてますね。よいしょ。なので、ここはまあ相手がスケラ来ないので、一回軽めにというか、ポイズンをね、打たれないように、こう、マスケではなく、こういうユニットからね、行きます。で、打たれた、そしたら低めにスケドラ出して、スケドラでほぼ守れると思います。で、これポイズン打たれたので、ヒースペ回復してあげたい。OK。いい。で、これもうここで行くしかないですね。なんなら、ロイフグを出すと、ボムタワーが来るので、ロイフグを出さずに、攻めます。よいしょ。そうすると、単純にこのユニットの攻めがね、強いんですよ。で、今相手ボムタワー咲いたんでね、ボムタワー咲いたら、この追加で、ロイフグをしたい。オーケー！ナイス！グッドゲームという感じで、こう、今の攻めは結構良かったんじゃないかなと思います。今、最後ロイフグ飛ばしてたら、結局ボムタワーで、こう、メガナイトとか、こう、一緒にね、処理されてたんですよね。なので、ロイフグ飛ばさずに、ユニットを追加してあげて、そこに、まあ、ボムタワーを咲かせると。まあ、そうすると、次のロイフグがね、相手は止まんないよと、まあ、いうような感じの、サイクルというか、まあ、攻めがね、いいかなと思います。なので、ロイフグはあるんですけど、まあ、飾りみたいなもんですよね。なんかこう、相手が施設間に合わないだろうとか、今回ババコアなので、ババコアってやっぱ7コスちょっと重たいので、相手今ババコアコストないだろうっていう時とかに、まあ、飛ばしたりだとか、まあ、そんな工夫をね、ちょっとしていかないと、なかなかこう施設の突破がねちょっと大変になってきますよというわけですね。さあとりあえずあのベビーに勝ってくれるだけですごい嬉しいですね。このスケドラがね、これミリー残りがね多分大活躍するんですよ。でこれは
えりごれか。いや、むず。これ取れたんで、ちょっと引っ張りたいんですよね、あのえりごれを。で、これ逆サイ行ったら、多分無視される気がするんですけど、行っちゃおうか。行っちゃって、行っちゃって、これをメガナイトで踏みつつ、回収して、よいしょ。後ろからスケドラで殴って、OK。これダメージ受けるんですけど、いや、カウンターになればいいな。いやー、いい、トルネだ。俺のヒースピが間に合わない。くー、これは、11ですね。いや、逆、あ、耐えれそう。逆サイロー攻めなきゃよかったかな。メガナイト合わせたら、このベビとライドラが、ちょっと深めに残る、深めにっていうか、ちょっと届かないところで残ってたんで。まあ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 、一旦耐えたのはでかいですね。で、このミリ残りますけど、ちょっと生かしていきます。で、ババコが壊れた。で、相手は、エリゴレのタルババ型かファイブ型か、ちょっとタルババ飛んできたかよく覚えてないんですけど、まあ、ファイブかなんかがありますね、なんかが。ファイブかタルか。で、これは、エリゴレ来た逆サイドに、基本的にケツメガナイトとかをしたいですね。同サイにぶつけても、ドラドラがやっぱ残るんで、同サイにはいかないんですけど、よいしょ。ここはね、ちょっと延命します、さすがにね。こんな感じで、後ろから殴るイメージですね。で、ライドラだけは処理したいですね。ライドラさえ処理したら、OK。こっちがね、なんか事故ることがないと言いますか。大ダメージ受けることもないので、ライドラだけは徹底的にね、処理していきます。で、ヒースピを添えてあげることによって、このメガナイトが回復しますね。なんなら、2周とかでもいい。ファイボン2周とかでもいい気がする。よいしょ。さあ、回して、これトリトンで引っ張ってあげて、よいしょ。ヒースピ、よいしょ。これヒースピ、ヒースピ大事。あ、ファイブか。やばい。耐えれない。いや、耐えれないが、逆サイ入ってる。で、相手は今、トルネファイブを使ったので、多分ババカのコストがないと思うんですよ。これババカ間に合うかな。いや、間に合うんかい。まあ、ファイブで削っていってあげて。いや、いい。豚ナイス来たー豚ナイスグッドゲーム。危ないな。リゴレはね、ちょっと怖いですけど、怖いんですけど、なんか落ち着いて対応するのが大事ですねって言われてもなんかむずいと思うんですけど、こうスケドラとかを、途中端前のこの相手の陣地の辺だったんですけど、こうメガナイトタケ取らせた後ろからスケドラで殴るみたいな。なんかやっぱ正面対決しちゃうと、やっぱ勝てないんですよね、正面対決が。まあ、なので、こう後ろからね、後ろから、大事ですね、後ろから。よいしょ、さあ相手今回ゴースト、言うの、三しか、ペッカ工場の二択だと思いますね。まあ、どっちだろう。まあ、三しだった方が個人的には嬉しいなと思ってたんですけど、多分、ペッカ工場っぽいですよね、これは。さあ、ポイズン咲いたので、あ、これヒースピで回復してあげれましたね。これは、逆咲いたら、今、エレキ咲いたので、いや、結構きつい。で、ザップが来るが、ザップだとこのヒースピは消えない。来た。で、これ、サメタルババ大事。このスケドラが残ってて、相手エレキ咲いたので、このスケドラのね、対応がもうできないよと。多分マジアチャーか三国がいるんですけど、まあ多分マジアチャーかなー。さっさっさ。いやー、この一本はでかいですね。相手が、ペッカ工場で、一本取った。なので、まああとは、まあ逃げ切りたいですね。ペッカを、こう、なんか、ジャキジャキ。たまにぶっ刺されない限りは大丈夫だと思います。さすがにこれはペッカ合わせだと思いますね。このマスケ、どうだろう。工場を、こうスケドラ出して、なんならポイズン来てもらって、ペッカ来たらトリトンに引っ張る。あ、ポイズンやってる。ラッキー。さあ、これは、もうロイフグつけて、スケドラがね、スケドラが残るよね。ゴースト、やば。ゴーストやね。あいつ。名前がトリトンですね。トリトンがめっちゃいい。え?やばくない?なんか、全部ミリ残りしてますね。これミリ残りますけど、ちょっと延命します。いや、これはね、ミリ残りのこう、奇跡ですよね。相手はもうたまったもんじゃないですね。わかります、その気持ち。さあ、というわけで、もうこれは、まあ、負けないでしょ。ここまで来たら負けないでしょ。さあ、もうあとは、タワーね、持ってあげて。さあ、というわけで、メガナイトロイフグですね。多分今、メガナイトロイフグが一番使われてて、2番目に使われてるのが、まあ、ラバルとかだった気がしますね。ラバル、ヤナアメザップかな。まあ、みたいな感じかな。まあ、そんな感じ。
さあ、というわけで、いい感じに勝てましたね。宝箱をちょいと、まあ、回収しとこうかなと思います。このスタンプとかも持ってないんでね、てか課金してないんでね、これ今回のというか、このセールなんか初めの方はタワーのスキン欲しいなと思って課金してたんですけど、なんかもういいかなって気づいたら課金してなかったですね。はい、というわけで終わろうかなと思うんですけど、よいしょ、終わりますと思うじゃないですか。もう一戦いきます。ちょっとね、全部試合というか、なんかサンクラサンクラサンクラでパパーっと終わっちゃったんでね、よろしく。なんか日本人っぽいっすよね、この方も。なんか日本人の人と今日めっちゃ当たるっすね。ワンチャン4戦、これ4回目で全部日本人の方説ありますね。よろしく。今土曜日の、まあ、昼に動画撮ってるので、まあ日本人の人が多いのかな。さあ、相手はユウのエリキ。この人でもね、僕メガナイトをよく使ってる人だと思うんですよ、僕の記憶が正しければ。違うかな、あ、全然違った、ごめんなさい。はい、ペッカですね。ペッカなので、あ、またペッカ工場だ。これはまあ真ん中に行って頑張るしかないんですけど、ほんと頑張るしかないんですよね、これも。マジで。で、これはちょっとね、あ、石井スピで、え、これ、トリトン。トリトン、ナイス。いや、でけえ、これ。これめっちゃでけえ。さっきからミリ残り化け物だな。いや、で、これは、まあ、一回我慢しましょう。ペッカラムですね。ペッカラムだ。さっきはペッカ工場。今回ペッカラムなので、相手のスペルは、タルユキライトとか、まあ、そんな感じの3スペかなと思います。で、まあ、ペッカなので、こう、僕のロイフォグがまあ通りやすいっていうのはありますね。よいしょ。あ、ミスったミスったミスった。これ、ロイフォグとミスったから、もう行きます。やべえ、やべえ、やべえ。ちょっとミスった。で、いや、この、いやー、ちょっとやべえ、やっちまった。やっちまった、やっちまった。まあまあまあ、言うてそんぐらいなら大丈夫か。で、また真ん中のトリトンヒースピで耐えたいんですけど、よいしょ。で、マスキーいるかな、これ。ワンチャンいらない説があるな。回復してあげて、いやいい。そう、トリトンがね、化け物なんですよ、マジで。サンコスでペッカと戦える？勇者すぎん？さすがに勇者すぎるっすよね。で、今回いたベビがいたので、マスケドラ追加もしたいんですけど、マスケかな？よいしょ。で、ここはちょっと突破しにね、行って、ここでもう一個陸相手は咲かないといけないので、逆にロイフグを飛ばしてあげると、OK、両方刺さるよねっていう。いいですね。さあ、ロイフグが回復する。で、左サイド僕結構行かれてますね。行かれてるんで、左サイドを耐えよう。あ、右サイドはもうほぼ落ちました。なので、左サイドをあとは耐えれば、勝ち。30秒。さあ、これですね。で、相手は、ライトだと思うんですよ。ライト。で、これ絶対、ベビーが来るんですよ。なので、端前メガナイトで蓋してあげて、あ、ライトに行こう。そうそうそう。いや、これ回復してあげたい。ちょっとやばい。ちょっとやばいぞ。これ、ファイボで耐えれそう。ファイボとタルババで。よいしょ。いい、来た、トリトン。いや、トリトンですね。さすがにこれは。マジで、メガナイトって、ペッカに相性悪いんですよ。まあ、ぶっちゃけね。まあ、でも、そこまででもないか。まあ、ちょっとやっぱ、こう、不利だと思うんですけど、このロイフグと、まあ、トリトンがね、ペッカに戦えるというところでね、結構、良さげな、こう、万能デッキとなっております。ぜひね、皆さんこちら使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。